藤原長良は、平安時代初期から前期にかけての苦行。藤原北家、左大臣、藤原冬継の長男。官位は、十二位、県中納言、増章一位、大城大臣。門徳天皇の外父王子で、養精天皇の外祖父。佐賀町末の公認十二年少殿を許され、翌公認十三年うどねりに任せられる。公認十四年。 順な天皇が即位すると蔵人を務め、天朝元年中五位下に女尺し、よく天朝二年時中に任せられる。この頃、東宮であった、正義親王の信頼が厚く、常に禁じしていたという。天朝十年、正義親王が即位すると、正五位下、左衛門の差に、上は三年中四位下、右馬頭と順調に昇進するが、人形天皇即位後一年ほどで、 十五位から三位に至るなど、急速に昇進した、自定、吉封に、関東で先を越されている。後倉、人等、左平忠を歴任し、上は十一年十四位以上、三位に上任され、吉封に遅れること十年にして苦行に劣した。下将三年老いの門徳天皇が即位すると、正四位したついで十三位、翌任樹元年には正蔵くらいと続けて少女されるが、 同年10歳以上年少の同母帝、両将が先に、県中納言に任せられ、その後人を廃す。任14年、県大納言に昇進した両将の後任として、県中納言に昇進。最高3年6月に、12位に除せられるが、同年7月3日公居。去年55。最終官位は、県中納言県左衛門の、正し12位。没後、娘、高子が、 政は天皇の女子となり、高子諸生の丁名親王が即位したため、元行元年に、正一位、左大臣、ついで元行三年に、大乗大臣を追蔵された。昇進は、弟の義封、両将に遅れを取ったが、両弟に比べ史上に恵まれ子孫は大いに、繁栄した。特に三男、元常は、義封の養子となり、その子孫からは御石家をはじめとして、 多数の同情書家を排出した。また、中世以前においては、元常の父を養父である義封ではなく実父のながらで、あると捉える観念が強く、大鏡の大人列伝の配列に影響を与えているとする、説がある。高潔な人柄で、心が広く情け深い一方で、度量もあった。弟たちに、関東で先を越されたが、何のわだかまりもなく、 兄弟への友愛は非常に深かった。次第部に対しても常に寛容を持って接し、非戦に関係なく人々に慕われた。人形天皇の崩御時には父母のごとく愛泣きし続け、肉食を断って冥福を記念したという。若い頃に人形天皇に近似していた際、天皇から対等の交わりを許されたが、ながらは常に礼装を崩さず、 慣れ慣れしい態度を取ることはなかった。中記のないものは、六国史による、尊費文脈による、ありがとうございます。